皆さんこんにちは。青春オーロラスピンスワンの涙でおなじみの宮沢りえさん、独母との日々を激白したこと、目を背けたくなる仕打ち、実の娘を餌に私腹を肥やし続けた母親、枕教養ふなしの写真集販売、欲望の亡者の正体といったさまざまな謎について紹介します。まずは宮沢りえの経歴とプロフィールから紹介します。宮沢りえは日本の女優、ファッションモデル、かつては歌手としても活動していた。東京都練馬区出身、身長167センチ、血液型は B 型、女優として映画、舞台、テレビドラマなどに出演。日本人の母親とオランダ人の父親を持つハーフ。夫は元 V6 のメンバーで俳優の森田剛。モデルとして11歳の頃にデビューし、ほどなくして雑誌週刊セブンティーンの表紙モデルとなった。1987年、 CM 三井のリハウスの初代リハウスガール白鳥玲子役を務めて注目を集め、トップアイドルの一人となった。同時期から活躍していた後藤久美子とは同学年ということもあって仲が良く、また良きライバル関係でもあった。後藤とは11歳の頃キットカットの CM で共演歴がある。10代の頃には16歳の時にふんどしカレンダーや、18歳の時にはヘアヌード写真集サンタフェなどの奇抜な話題作り、そしてマネージャーを務めていた母親の存在とで注目された。婚約や婚約解消、また男性との交際、さらに拒食症の噂など芸能マスコミからのバッシング報道が相次ぎ、アメリカサンディエゴへの移住を発表するなど、一時期は芸能活動休止状態となった。激走せから回復してきたと見られる頃から徐々に芸能活動を再開し、2002年の黄昏聖米で落ち着いた演技を見せ、映画の成功以降は女優としての活動の幅が広がり、本格派女優としての評価が定着しつつある。尊敬する岡本太郎が書き綴った生きること、死ぬこと、夫婦愛などの詩を朗読する活動も行っている。柔らかなウィスパーボイスの持ち主で、ナレーション業も多く務めている。1985年、小学6年生の時に明星食品チャルメラの CM で芸能活動をスタート。1987年、初代リハウスガールを務め注目を集める。1987年、母親の宮沢光氏と共に個人事務所 M2 企画を設立。1988年、映画僕らの名の花冠戦争の主演で女優デビューを果たし、日本アカデミー賞新人賞を受賞。1989年4月、フジテレビ系青春オーロラスピンスワンの涙で連続ドラマ初主演。同年9月には小室哲哉プロデュースによるドリームラッシュで歌手デビューし、音楽番組ザベスト10の最終回にランクインした。またカレンダーでは大胆なふんどしルックが話題を呼ぶ。1991年発売の写真集サンタフェは、宮沢が18歳で人気絶頂時のオールヌード写真集で大ヒットし、150万部以上のベストセラーとなる。東南アジアなどでは海賊版も出回った。1992年10月27日、貴乃花光司との婚約を発表。当時国民的な人気を誇っていた2人の婚約は世紀のカップル誕生と大きな話題となる。しかし1993年1月27日、人生最高のパートナーになれなかったとコメントを発表し、わずか2ヶ月間で婚約解消を発表。1995年、映画の出演が決まっていたがクランクイン直前に突如降板騒動を起こす。2021年、三井のリハウスの CM に34年ぶりに出演。宮沢は白鳥玲子役で変わらないが、一女の母親となっている。2009年2月13日、妊娠6ヶ月であることを所属事務所からのファックスで発表。後日の2月20日の報道で、相手は40歳代のハワイ在住日本人実業家で元プロサーファーであることが明らかになった。同年4月上旬に婚姻届を提出。同月2日に東京都内で挙式した。同年5月20日に第一子となる女児を出産。2012年5月8日、一部のメディアにより離婚することが報じられ、同日に所属事務所からのファックスで離婚協議中であることを認めた。2016年3月18日に正式に離婚を発表。
2018年3月16日、森田剛と結婚、これを報告する封書が V6 のファンクラブ会員に送付された。この時は森田が改姓し宮沢翔となっている。前述のように幼少時代から共にモデルとして活動していた後藤久美子とは一緒に旅行に行く計画を立てるなど非常に仲が良く、2015年の宮沢の舞台ロンドン公演にて後藤久美子が公演を観覧し楽屋にも行ってハグをしている。また大河ドラマで共演した女優の水川あさみとはお互いを名前で呼ぶ中で妹のように可愛がっている。母講師と非常に仲の良かった女優の桃井香織も宮沢がデビューする前から頻繁に宮沢宅に来て食事をしたり、宮沢宅で朝までお酒を飲みそのまま仕事に行くなどしており、桃井自身も理恵を可愛がっていた。その他には神田うの、鈴木京香、笑福亭鶴瓶、ビートたけし、井川遥などとも仲が良く、自身の母親からの影響か政財界から芸能界の大物まで幅広い人脈を持っている。中でも三河健一からは妹のように可愛がられており、貴乃花との婚約破棄も宮沢の母の依頼を受けた三河健一が説得したことによる。三河は当時ロサンゼルスに滞在していた宮沢に対して、あんたは背負ってるものが重すぎる、あんたも母一人子一人おかみさんになったらお母さんどうするのと説得しつつ、破局会見等や宮沢の母、宮沢の相談相手だった木原光智子と共に自宅で宮沢と深夜まで過ごし励ましていた。宮沢理恵さんの母親理恵ママの名前は宮沢光子さんと言います。理恵ママは若い頃に六本木の高級クラブでホステスをしていて、ホステス時代の理恵ママの美しさは女優の加賀真理子さんも理恵ちゃん以上の美貌で、バレエもやってたからスタイルも良くて周りの男性全ての羨望の的でね、まさに高嶺の花のような存在だったわと証言していたそうです。その時に宮沢理恵さんの父親にあたるオランダ人男性と知り合い、宮沢理恵さんを身ごもることになります。ところが理恵ママは宮沢理恵さんを自分の親に任せて、このオランダ人男性と甘い生活を楽しむためにオランダに行ってしまいました。宮沢理恵さんという自分の娘と自分の好む男性とを天秤にかけて男性を取ったということですね。しかしオランダ人男性との結婚生活もわずか4ヶ月足らずで破綻して離婚してしまいました。単身日本に帰国したリエママは引き取った娘の宮沢理恵さんをモデルにしようとプロデュースを始めたのです。普通では考えられませんが、独親である宮沢理恵さんの母親は宮沢理恵さんに枕営業を強制させていたのではないかという噂があります。自分の娘に枕営業させるなんて考えられませんが、そのように言われています。宮沢理恵さんは17歳の時にサンタフェという写真集を出しており、おそらくここら辺から枕営業をさせられていたのではないかと言われています。将来絶対にスターになると娘の才能を見抜くや否や、宮沢理恵さんの母親はそれまでの放蕩ぶりから一転、強烈なステージママへと変貌して宮沢理恵さんを徹底的に支配し始めます。枕営業まで指示されていたとは、当時10代の宮沢理恵さんがいかに辛く苦しんでいたか想像するだけでも息苦しい思いですね。また宮沢理恵さんは勝新太郎さんやビートたけしさんにも枕営業したと言われていますが、たけしさんは宮沢理恵さんを傷つけないようにさせながらも早く帰って寝なさいと返したそうですよ。芸能レポーターの井上光三さんがかつて宮沢理恵さんの枕営業について言及したことがあるみたいです。宮沢理恵さんの母親は芸能界の一流の人と交際しろというようなことを言っていたみたいで、理恵ママによる宮沢理恵さんの枕営業の強制は真実の可能性が高いかなと思います。そんな宮沢理恵さんの母親宮沢光子さんは2014年9月23日肝腫瘍で亡くなりました。当時65歳でした。宮沢理恵さんの母親は以前から肝腫瘍の診断を受けていましたが、本人の意思により自宅で療養をしていました。宮沢理恵さんの母親が亡くなった時、宮沢理恵さんは舞台の本番中でしたが気丈に演技を続けたそうです。宮沢理恵さんは母親が亡くなった時、最後に
生きるということの美しさと凄まじさとその価値を教えてもいました。そういったすべての宝物を胸に私は役者として母として女として惜しみなく生きようと思いますとコメントを残しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。